第6代総選挙は、大韓民国国会の議員を選出するため1963年11月26日に実施された総選挙である。なお、韓国では、大会ではなく、代々と選挙回数を数える。また、名称も、総選挙ではなく、総選と呼ぶのが一般的である。1961年5月の5.16。 軍事クーデターで誕生した軍政の民政以上の方針に基づいて実施された選挙で、前月行われた大統領選挙に引き続いて実施された。十二政党が候補者を擁立して争われた選挙の結果、軍政与党の民主共和党が全議席の6割以上を占めて圧勝する結果となった。軍政は大統領選挙と国会議員選挙で、 民政以上のための体制を整えた後、最高会議を12月16日に解散、翌17日に初国会を召集し、第三共和国憲法を発行させた後、同日午後に、牧政紀大統領は就任宣誓を行い、第三共和国体制が正式にスタートした。地域区の候補者は、政党の公認候補のみに限られ、無所属での立候補を禁止。全国区は、 高速名簿式で地域区との重複立候補は禁止。有権者は地域区の候補者にのみ投票し、地域区は最多得票を獲得した候補が当選する。全国区は地域区の合計得票に応じて、ヘアー式で配分されるが、地域区で3議席以上を獲得したか、全国で5%以上の得票を得た政党にのみ配分。ただし、 全国区の議席のうち、過半数の23議席は、地域区で議席数第1党になった政党に配分されるが、3分の2を超えることはできない。残りの議席は、第2党が獲得した得票が、第3党の2倍以上になった場合、全部が、第2党に配分される。与党の民主共和党は、地域区で33.5%の得票しか、得られなかったにもかかわらず、 175議席中6割を優に超える110議席を獲得し圧勝した。一方野党勢力は前月に行われた大統領選挙に出馬して北世期と接戦を演じた院前が率いる民政党が野党第一党となったが民主党も含めたそれ以外の野党はのきなみ振るわなかった。共和党が圧勝した要因は一野党に比べて 多額の選挙資金を使えたこと、2野党の分裂、3野党各党が大部分の地域区で独自候補を擁立したことで野党票が分散したことなどが挙げられる。なお、李商番政権時代の与党である自由党の政治家は、大部分が共和党から立候補して当選している。地域別で見た場合、共和党はソウル特別市を除く地域で、のきなみ野党を上回った。 特に、東南部の南南地域では、富山直轄市7選挙区中6選挙区、京商北道で20選挙区中19選挙区、京商南道で15選挙区中12選挙区で、共和党が勝利し、優位に立った。なお、ソウル市では、民政党が7選挙区で勝利し、第一党となり、民主党や自民党も含めて、野党勢力が与党を上回る、予想野台となった。 民主共和党民政党民主党自由民主党国民の党補欠選挙繰り上げ当選西平茂げ各国の選挙から変遷と現状僕託者509から510ページ第2部各国の選挙法大官民国第3共和制の選挙法韓国中央選挙管理委員会の歴代選挙情報システムより引用したありがとうございます